んかこういう矯正を受けた時にはぁーってなれる人とふーんってなっちゃう人、ふーんってなるタイプはこう身に入らない人、ここか来た瞬間こう動きをしっかりとそこの驚きと驚愕で自分の中に落とし込むことができるかとか、インストールしきれるかとか、レーズンとかふーんって大事だと長くなるで、侍道場あたりから言うと、ああなるほど、あそうだったのか、なんだ俺はってなって、とりあえず合わせるってやっちゃうんですけど、あなんか切られた、やべえ、抜かなきゃ、あどこかわかんねえけど、上ねえなんです、ここで上ねえなんです、ここで上ねえ、そう、ここでマインドがまず間違ってると、結局もう初めからこういう動作をするためにやっちゃうんです、で、いけるための動作じゃなくて、こういう動作をするためのやって、こういう感じになっちゃう、全然違う動きになっちゃう、はい、最速はそこなんですよ、今みたいな抜き方も変えんですよ、速さだけなんです、はい、でもこれ、上だと分かってないとできないんですよね、で相手は明らかに上だって分かったような切り方だったから、こっちを受けるのが通常、あでもこれはぼーっとしてるだけがこれだっていう感じですね、だから2段階ですね、抜いていく、あ上だ、フープ、その芝居を頭の中で1回転やらないと、はい、この間違った方に最適化が起こるんですね、この最適化ってすごい怖くて、マインドが間違っていて、もう真っ向来てる、分かってる、受けるっていうマインドの受け方だと全然違ってくるんですね、はい、こう来るからこうだよねっていう頭の中にできなくはないですよ、もちろんそれは不可能じゃないかもしれないけど、どっちかというとこれは違う動き、ね、違う動きになる、そうではなくてっていうことを考えて、まず抜く、あ上かっていう感じ、間違った、はい、そう腰に来るぐらい、こうかな、右腰に来る感じ、こうなる、あ全然まっすぐの体じゃないんで、これ結構まっすぐじゃないのに、まっすぐに見える、右骨の上がり、左骨の下がり、右あばらすべし、左あばら伸ばしで、完全反対、それは足幅、足の向きは絶対あった方がいいよね、あれくらいのやつ、そうっすね、なんか途中で何度も俺、あ、そうだ、足の方向を書かなきゃって思って何度も忘れて、今に行ったこれ、通る通る、通る、通る、かける、戻す、強く引く、返す、持つ、入れる、戻す、一回余る、ちゃんと余るのが結構